はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースを続いていきましょう。今日の話題はすごいです。なんと三浦瑠麗の会社、山猫総合研究所にある太陽光発電事業者が出資していたことが判明したので、これも利害関係以外の何物でもないですよね。この状態で三浦瑠麗はシンクタンクとして政府に太陽光発電を提言していたっていうことになるので、こうなってくると業者との癒着とも取れますからね。その辺がっつり削りに行きます。僕の喋りを聞いて目につければいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは三浦瑠麗と太陽光発電事業者の癒着を関連付ける話の方から。実は昨年2022年4月にですね、新潮社からある一冊の本が出版されまして、その本のタイトルは不倫と正義。著者はですね、中野信子とそれから三浦瑠麗の共著ということでございまして、いかにもサーサヤンが好みそうな、ね、タイトルではあるんですけども、この本僕ね、買って読んだところ不思議なことが書いてあったんですよね。なぜ結婚するんですかという章の一部分にですね、まあ私たち夫婦は合理的といえば合理的に見えると思いますけど、お互いの会社の株をほぼ半半で持ち合ってるし、それは財産分与なんかより確実ですよと。あら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 と、夫の会社の株半分ほどを持ってと思いっきりカミングアウトしております。つまり今特捜が入っているトライベイの株半分を持ってるということですよね。これはさすがにやばいです。それから、結婚は私、人間同士の契約に基づいた運命共同体であると思っているんです。株式会社ってまさに資本主義の一番象徴的なものであり、私たち夫婦ってその経営を通じてパートナーシップを結んでいるわけですよねと。ありがとうございます。経営に一切関与していない人が経営を通じてパートナーシップを結んでるだって。ちょっと何言ってるか分かんないって感じですよね。で、さらに、それってまさに新たに自分たちで作り上げた家じゃないのっていう気もして。これはつまりトライベイを自分たちで作り上げた家みたいだって言ってるわけでしょ。実態は家族経営でしたってのがバレバレじゃないですか。もうこの人どうなってんでしょうかねと。でね、この本の話を聞いて、それでもまだ三浦瑠麗氏を擁護する人たちがちらほらいるんですけども、ごめんなさい、悪いことは言いませんから今すぐ撤回することをお勧めします。擁護派の言い分って大体もう決まっちゃってまして、株を持つことと経営は別でしょという主張です。うん、確かにそうですよね。僕も今 JAL の株を持ってるんでね、じゃあ僕が JAL の経営に関与してんのかと問われたら、それは全然違うわけですよ。そんなこと誰でもわかる。だけれども今回の話はそういう一般論とはもう別次元の話なので、彼女のセリフの中にですね、お互いの会社の株をほぼ半々で持ち合ってるし、それは財産分与なんかよりも確実ですよと、この一文が今後の彼女にとどめを刺す言葉だと思うので、この言葉中心にヤバい点を3つ深掘りで考察していこうと思います。まず1つ目、旦那の会社トライベイキャピタルの持ち株比率です。三浦瑠麗はほぼ半々と言ってるので、推測ですけども旦那の会社トライベイキャピタルの株は 40% ほどは持ってるはずです。もっと踏み込んだ発言しちゃいますと、三浦瑠麗の持ち株比率は 49.8% だと僕は推測します。それはなぜかと言いますと、2014年に設立されたトライベイキャピタルの会社の資本金がですね、399万円なんですよね。なんかキリが悪いでしょ。なんでジャスト400万円じゃないのかってこと で、実はこれ親族だとか友人と会社を作る時の結構あるあるパターンでして、社長になる人が基本的に半分出して、もう一人の近しい人物が、だからね、嫁さんだとかあるいは友人だとか、そういった方が半分よりほんの少しだけ出資をしていく。今回の場合はですね、おそらくですけども旦那側が200万円出して、瑠麗側ですね、奥さん側が199万円を出したね、こういう出資の実態だと思います。こうすることで配当、その他ですね、利益の配分は出資見合いでほぼ均等なんだけども、事業の最終決定は 50% 以上を持つ社長、あなたに委ねますと。資本金がちょっと欠けてる理由というのは大体これだと、昔税理士さんが言ってました。ですから、三浦瑠麗はトライベイキャピタルの株を 49% 保有しているものと思われます。まあ、今の話は推測の話なので、絶対 49% 持ってるってね、断定してるわけではないんですけども、でも本人が本の中でほぼ半分持ってると言ってますので、持ち株比率が 40% 以上あると見て、これは間違いないでしょう。でですね、
こうなってくるとミーラル氏にとって非常に厄介なことが起こり得まして、皆さん株主議決権って知ってますか？言葉くらいは聞いたことあると思うんですが、この株式議決権のルールにですね、持ち株比率3分の1以上の方は株主総会で特別決議を単独で否決する権限を有すると書いてあります。つまりですね、トライベイキャピタルで旦那が何かおかしいことをやっていた場合、ミーラルリはそれを単独で止める権限を持っているということです。もちろん三浦瑠麗本人がトラブルをどこまで察知していたのか、その辺の事情にもよるので、ね、一概には言えませんが、大株主として会社の経営の根幹を揺るがすトラブルを三浦瑠麗が放置してきたというのは、これは紛れもない事実なんです。僕みたいにですね、株主優待権が欲しくですね、どっかの株を持ってますってのとは全く意味が違います。今の話聞いただけでも三浦瑠麗って相当やばいと思うでしょ。そして2つ目、財産分与なんかでも確実の意味についてです。お互いの会社の株をほぼ半々で持ち合ってるし、財産分与なんかより確実ですよの下りですけども、これ言い換えますと、会社を共同保有する方が財産分与よりも確実だっていう意味になりますよね。これこそまさに利害関係成立じゃないですか。もう財産分与という分かりやすい金銭利益が確実に明示されているので、これで利害関係ないって方が僕は無理筋だと思います。はい。でね、今の2つの話というのはこれだけでも相当やばいと思いますが、これは序章に過ぎません。もう単なるプロローグみたいなもんですよ。こっからが本当の激ヤバ情報です。さあ、そして3つ目のお話ですが、ミーラルリの山猫総合研究所に太陽光発電事業者が出資している。もうこれ唐突すぎて何言ってるか多分ね、皆さん分かってないと思うんですけども、でもここがミーラルリが復活するか、このまま消え去っていくのか、分水嶺となってますので、なるだけ丁寧に説明していきます。ミーラルリは本の中ですね、株を持ってるじゃなくて、お互いの会社の株をほぼ半々で持ち合ってると言ってます。そこで私ササインは先ほどミーラルリの会社山猫総合研究所の登記簿を洗ってみたところ、この会社の資本金が100万円であることが分かりました。お互いの会社の株を半々で持ち合ってるという言葉から推測していきますと、おそらくはこの山猫という会社は、ミーラルリ側が50万円、そして旦那側が50万円で折半して山猫総合研究所という会社を作ったんだろうと思われます。実は登記簿を洗ってもですね、誰が何株持ってるか書いてないので、比率の話はね、これ推測に過ぎませんけれども、今日の話の最大の肝の部分は、山猫総合研究所に太陽光ビジネスを手掛ける旦那が資本参加、出資してるということなんです。ここで一回ちょっと頭真っさらにしていただいてですね、今巷で騒がれているのはあくまでも倫理上のお話なんですよ。太陽光ビジネスを手掛けている旦那と有識者会議で太陽光発電を推進している奥様、これどう見ても繋がってるやんって、そういう話でしょう。でもそれは社会通念上のお話であって、道徳的にはアウトなんだけども、ルール上はどうなんだ、黒なのかグレーなのかって話を今してるわけですよね。でも株の持ち合いを切り口にしていくと、夫婦がどうとかもう全然関係なくなります。今から誰でも分かりやすく説明するために、わざと個人名を伏せてね、話していこうと思います。山猫総合研究所はある太陽光ビジネスを手掛けている社長さんから出資を受けて会社を作りました。その山猫総合研究所の代表者は政府公聴会や有識者会議において太陽光発電を推進し、改正フィット法に書いてある悪徳発電事業者対策の制度について減免処置を求めました。今の話はミイラ夫婦の名前一切出していませんけども、ミイラルリがやったのはまさにこれです。みんな夫婦関係のことばっか気にしてですね、トライベイの方にミイラルリが出資したってそっちの方ばっかほじくってますけども、そっちを掘るよりも太陽光発電事業者の旦那がですね、ミイラルリの山猫総合研究所に出資していた方がはるかに利害関係として問題ありです。そんな会社の状態でミイラルリは政府の会議の場で太陽光発電を推進していたんですからね、夫婦でどうだとか利益相反がどうだとか、そんな難しい話もはや不要です。普通に太陽光事業者から出資してもらって、事業者と提携し、そして事業者と癒着してると、そういう構図なんですよ。あんな短い言葉の中に問題点が3つもギューッと濃縮されていてね、僕みたいな情報のハイエナにとってはオマールエビのクリームスープよりも濃厚で美味しいです。ミラルリさんありがとうございましたと。もう何遍も言っちゃいますけども、ミラルリの山猫総合研究所には太陽光発電事業者がお金を出資していますので、
ここまで説明したもまだ株を持つことと経営は別と主張するミラルリー擁護派の皆さんはもう現実を見れない残念な人か、あるいは会社経営が分かってない人か、そのどちらかだと思いますし、そもそも株を持つことと経営は別っていうのはですね、株の所有者とその会社代表が別々に存在する場合に適用する話であって、お互い一緒に住んでいて、お互い一緒のオフィスで共同で作業しててっていう時点でもう擁護できる余地なんてこれっぽっちもないんですよね。ですからこういうことをつぶやいてる人がいたですね、ミューラルリの山猫って会社は太陽光発電事業者が出資してんだけども、それって大丈夫なんですかとお尋ねください。でさらにですね、それプラス昨日の動画でも説明した通りですね、彼女は朝生のテレビ討論で、うちは事業者ですから現場を見てるので、いくらかかってるか何にかかってるのか分かってると発言したので、この言い分だとリアルにあの共同のオフィスでですね、夫が手掛ける太陽光発電システムの見積もり精査なんかもですね、夫婦二人三脚でやってましたって読めちゃいますので、マジでカタルニャ地方じゃなかった、カタルニに落ちるって話です。いやー、香ばしくて仕方がない、パエリアよりも香ばしいですってね、カタルニャ地方は横に大きい。もちろん株の持ち合いをしてるからといってミラルリが逮捕されるのかって言えばですね、それはまた別の話なので、今旦那がね、詐欺容疑だとか業務上横領の容疑でなんとかなってるらしいですけども、それと芋づりになるかどうかは正直まだ分かりません。夫婦同伴で相手の投資家を騙したとか、ミラルリが直接ですね、何か介入した証拠がない限り逮捕まではいかないと思いますので、それは今後の調査次第でしょう。ただ現時点で言えることは、有識者会議の委員というのはですね、みなし公務員になるので、その立場で見ていくと、太陽光発電事業者に出資していたり、あるいはですね、出資を受けている側の人間が太陽光ビジネスに関する提言や主張をするというのはこれ完全にアウトですので、今すぐ有識者会議の委員から彼女を除外してください。そうしないともう対外的に示しつかないですよ。で、こういう部分について動きが早いのがテレビ局の方ですよね。テレビはスポンサーへの影響もあるので、フジテレビ目覚まし8は木曜レギュラーをね、ミラルリの木曜レギュラーを当面ストップしてますし、テレ朝の朝まで生テレビも出演を見合わせ、しかもホームページから彼女の名前を削除ということでございまして、これを聞いた爆笑問題の太田光がご愁傷様ですって言ったとかないとか、いや言ってないと思いますが、各局彼女から撤退を始めております。なお、この件でポンコツっぷりを露呈したのはミラルリと懇意の仲だった田原総一郎でございまして、彼はフラッシュの取材に対して、この件全く知らないので取材にはお答えできませんだってあんたジャーナリストでしょ、だったら知らないで済ませちゃダメじゃん。身近な存在がこんなでかいトラブルに巻き込まれてるんであれば、一発のジャーナリストであるならば、今調べてる最中ですってくらい言えないのかってね、もう全く使えないじいちゃんですよと。さて、この件今後注目されてきそうなのが国会議員との絡みですよね。今噂に上がってるのが元総務大臣である自民党の武田良太議員でして、彼は2015年にミラルリの旦那から献金を受けております。今からその証拠をお見せしましょうか。ドン、あ、見っかっちゃった政治資金パーティーでセーフレージャパン株式会社から100万円、平成27年2月24日三浦清志という名前で献金がなされております。同姓同名じゃないですよ。こっちの方見てください。ドン、ほら、セーフレージャパン代表取締役三浦清志ってちゃんと写真付きで書いてあるでしょ。ですから武田議員と三浦瑠麗の旦那に何らかのコネクションがあるから、もう間違いないわけですよ。しかし何を意図してこんなに多額の献金をしたのか、武田さんちゃんと説明してくださいよ。正解にはですね、ミラルリを媒介して旦那と面会した議員が何人かいるそうですけども、しかもその面会場所というのは山猫兼トライベイのオフィスの中ということでね、そこで何かを話し合った議員は結構やばいと思います。なんせミラ夫妻は二人三脚で太陽光ビジネスをやっていたようですし、その旦那に特捜のメスが入ったとなると、実は芋づる好きでやられちゃうのはミラルリじゃなくてですね、国会議員の方が先なんじゃねえのって話も出てくるミラルリの旦那のためになんか便器でも測ったとなったら、これもう大問題ですよ。関係議員よ、震えて眠れと。さて、今日はミラルリとその旦那について深掘りで考察してきましたけども、最後に一言言わせてください。ミラルリさん、あんたね、今までさんざっぱらメディアに露出してきて、いろんな政治家に対して説明責任を果たすべきと言ってきたのに、自分がピンチになると A4 1枚の紙ペラを出してね、自分は知らないって逃げ回るのは人としてどうなんだよと。言ってることとやってることが全然違うじゃないですか。100歩言ってですけれども、旦那については捜査中だし弁護士も入ってる案件なので話せないっていうのは一定程度理解できますが、その問題とは別にですね、あなたの会社山猫総合研究所に太陽光発電事業者のお金がね、資本金として入ってるのに
それを隠して有識者会議で太陽光ビジネスについて提言するってどういうことだよ。あんた道徳感のかけらもないじゃん。ということで、ミネルール氏に対してはですね、旦那との株の持ち合いがどういう意味なのか問いただしたいので、すぐに会見を開いて事情説明をお願いします。じゃないと本当に表舞台からこのまま消えちゃいますんでね。ミネルール氏さんの処遇を案じて僕はこう言ってね、提言してるだけですよ。ですからミネルール氏は自分自身の身の潔白を証明し、ささやの考えに反論するためにもなる早で会見の方をお願いしやすということで、今日も話が長くなりましたのでこれくらいして最後はほっこりのぞかけで締めたいと思います。旦那の会社を懸命に手伝う奥様とかけまして、夜の私生活と解きます。その心は夫のために人妻脱ぎます。あ、違った、人肌脱ぎますいやー、ミノルさん本当に人肌脱ぎすぎですよね。どんだけ危ない橋渡ってんだろうって旗から見ていてもハラハラしますが、まあこれを機会に反省してね、今後は別荘がある軽井沢にも引っ越して、そこでのんびり家庭菜園でもしていた方が今後の人生楽しいんじゃないのって思いますが、本日も面白かったためになってた方ですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。